おめでとう警部、犯人逮捕。あなたもね。どっちでもいいけど、僕が言いたいのは働き詰めだよってこと。旅行でも行ったら？旅行は好きじゃないのよ。でもリーの手下を捕まえたら旅行に行ってもいいかも。飛行機もスーツケースもなし、ただひたすら眠りこける。パーティー好きじゃなかった？ま、リゾートじゃないにしてもとにかく休むんだよ。殴った分だけ殴られるってね。さすがヒーローね。あいつらケダモノよ。ピーター。あ、大丈夫？あ、なんとかね。一人でここを切り盛りするなんて無理があるよ。誰かがやらないと。少し寝る時間が減るくらい平気よ。そういえばリーさんから連絡はあったの？いいえ、マーティンはあんなことする人じゃないわ。何があったにせよ、あれはマーティンじゃない。それでMJ とはどうなの？ MJ とはなんていうか、そのちょっと訳ありでさ。誠実さ、それが長続きさせる秘訣よ。喧嘩したことは？そりゃもう若い頃はしょっちゅう。それで、あの子には本当の自分を見せてるの？おい、音量上げろ、聞こえない。警察は会見で、このトラックこそがグランドセントラルの攻撃に使用された装置を運んだトラックであることを公表しました。いつまで続くの？ピーター？
渡辺警部です。伝言どうぞ。ユリ、今どこ？これ聞いたら電話して。デビルズブレスが盗まれてないといいけど、頼むよ。デーモンにトラック奪われたらヤバいどころか大惨事間違いなし。によるとリーの逮捕以来、オズボン市長の支持率はうなぎ上り。再選間違いなしだ。彼の支持者に繋いでみよう。喋って。オズボン市長を支持する。リーを逮捕したし、兵器も回収した。救世主様、それとスパイダーマンも協力。おっと、そこまでだ。君は対局を見ていないようだな。確かに大惨事は免れた。だがそもそもどうしてこうなったのかな。デビルズブレスはどこからやってきた？なぜスパイダーマンはいつもいち早く情報をゲットしている？二度と起きないという保証がない限り危険が去ったとは言えん。デビルズブレスは奪われたけど、それどころじゃないの。ライカーズ、急がないと。乗って。何があったの？組織的な攻撃よ。外部の協力者がいるみたい。全ての独房塔が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが五番街にあふれ出すわよ。ラフトは無事？そっちは無事。セキュリティも厳重だし、送電網も別になってるの。よかった。デビルズブレスはセーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずい。シートベルト締めたな。ちょっとお粗末なんじゃない？まずい、武器庫が破られた。それってヤバい？ヤバいよね。囚人たちがロケットランチャーを装備してるってことよ。これはヤバいかも。任せて。独房に戻っておとなしくするなら今日のこと忘れてやってもいいよ。
に何人かいるみたい。ロケットランチャーを刑務所に置くなんて言い出したの誰だよ。誰か、こちら司令官のハンソンだ。誰か聞いてるか。こちら渡辺警部、今どこに。電力室だ。電力を復旧しようと思ってリードの屋上だ。あんたヘリか。ええ、そうよ。何があったの。さあな、最初に電気を。刑務所に置くなんて言い出したの誰だよ。誰か、こちら司令官のハンソンだ。